必ずやろう日本最高<う>浅豊ですこの動画を見てそう共感できると思ったらですね是非チャンネル登録よろしくお願いいたします。 えさっきの衆議院選挙で、えー、当選した米山隆一さんといいいう、えー、方がいらっしゃいますよね、まあ、室井柚月さんが奥さんで、まあ、ちょっと改春疑惑で、えー、新潟県知事をねお辞めになられたそういう経緯を持つような方だというのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれどもこの米山隆一さんが人権問題について一つツイートをしているのがあ炎上しているということがあります。 米山隆一さんはどんなことを言ったのかと言ったら中国の人権問題に関して熱心な人たちがいっぱいいるけれどもそういう人たちにはですね日本国内の外国人の人権についてもですね熱心になっていただきたいですね。 そういうことがちゃんとやれてこそまあ人権外交になるんじゃないですかみたいな、まあ、こういうツイートをしたわけなんですよ。これについては批判が殺到するのは、まあ、当然のことだと思うんですけれども、まあ、この当然のことからまずですね、えー、解説をしていこうと思います。日本ににおいいて外国人の人の権問問題題が一切なならない なんてことはまあ当然ないわけでまあいろいろと問題が起こるということはまあ実際にあることはまあ間違いないですよね。でただこの人権問題というのは世界のどの国においても起こりうる話であって決して日本だけ特殊な話ではないということを確認したいなと私は思うわけなんです。というのは。 国家がですね人権弾圧をやれと言って指令をしてですねでその結果として起こっている問題ではなくて。 外国人が弱い立場にあるみたいなことに対してまあその弱みにつけ込んでいこうみたいな人は、まあ、世界中どこにでもいたりしますから国家権力がこうやれみたいな形で抑え込んでいるような話とは全然違うレベルでいろんなところでポツポツこう発生していく人権問題というのは これはどうしようもない問題でなくならないのではないかということをまず念頭に置くべきだと思うんですねそしてこのお話と全く別の話として中国の人権問題は考えないといけないんじゃないかということですね。こういった話と ね、例えばウイグル地区において2年間でですね出生率が半減するようなところまで国家権力によって抑え込まれてるという話は全く別次元の話じゃないですかってことなんです。 このウイグル地区においての,その出生率が2年間で半減しているというのは別に西側の陰謀として出ているわけではなく中国が発表してていいる資料に基づいて導かれたものですよね国家権力があり国家意思がありその中で行われている強烈な人権問題と日本国内で散発的に起こっている人権問題を 同列に扱って考えて話をするのはそれは論理のすり替えだよねってことに当然なるはずですよね。その上でじゃあ日本国内の外国人の人権問題というのを全く無視していいのかなんて言った時にそんなことは全然思っていないです。武蔵野市で外国人にも投票権を認めるみたいな条例案が出てきましたよね。 市内に3ヶ月在住しているんであれば別にどんな外国人であっても構わない。定住資格がないような外国人であっても構わない。まあそういうような形でもう広く外国人に対して投票権を認めましょうというようなことについてはこれは国民主権の立場みたいなところから考えておかしいよねと。 外国人の人権はちゃんと守るべきだけれどもどうやったら守れるかと考えるのは私たち日本人が考えればいいことであってそこに外国人が決定権に参加するということがおかしいだろうって話を、まあ、こちらとしてはしているつもりなんですけれどもこういう正当な議論というのをマスコミは全く取り上げてくれないですよね。 本当にひどい話だなと思うんですけれどもそれを外国人に対しての人権意識がないんだという決めつけをして排除するっていうことをまあよくそういうリベラルと言われる人たちは行うわけなんですねこういう話をすると名古屋出入国在留管理局で起こったですね ウィシュマ・サンダマリさんがその餓死をしたみたいなそういう事件についてお前はどう思うんだみたいなねまあそういう意見も多分出てくると思うんですよで私はあのウィシュマ・サンダマリさんの事件というのは当然あってはいけないことだしねそういうことがない国に変えていかなければいけないというふうにも思ってはいます別にこの問題について 放火、ね、ぶりをしてですね一切見ないようにした方がいいなんて全く思っていないですまあそしていろいろな形でもってですねそのウィシュマ・サンダマリさんの悲惨な状況というのは、ね、報道を通じて私たちも知るようにはなってきましたよね。ただそこででもう一つ視点を持ってほしいわけななんんすじゃあぜマさが ね、点滴を受けさせてくれみたいな感じのことを何度も何度も訴えながら管理局の方は彼女の要求というものを何で受け入れなかったんだろう普通の日本人であればそういう形で要求されてきたらまあ分かりましたって答えるのが普通だと思うんですけれども。 そうなってなかったということっていうのは、このことが出入国在留管理局の中でどんな状態になっているのかということを知る一つのきっかけになるんじゃないかなというふうに私自身思ってるわけですね。彼らからすればですが、今ここにいる人たちというのは、本来国に帰るべき人なんじゃないかって内心思ってると思うんですよ。で、ところが、 今のその法律上の手続きに基づいていった時にはその法の抜け穴を使うような形で却下されても何度も何度も申請をやり直すってことを行う中で事実上日本に滞在するっていうことを延々と続けていけるというシステムになっているということが明らかになりましたよね。そういうういいいい形でで滞在しててる人たちともものがいかにむちゃくちゃな論拠でもって ここの日本に滞在しようとしているのかみたいなことがですね、この一端がこう見えてきたみたいなことをお伝えしましたけれども、そういう形でこの人たちというのは本当に保護しなければいけない人たちなのかどうかということに対して、ぶっちゃけ言って管理局の現場の職員たちは、 ヘキヘキとしながら仕事をしているということになっているんじゃないかって思うわけなんです。彼らが人間的な仕事ができるようにするためには、返すべき人はもうちゃんと返す。強制相関すべき人はちゃんと強制相関する。それで扱うべき人たちだけ真剣に向き合うようにできるようにする。 これが正しいあり方なんじゃないですかってことなんです。で、そういうことができてないから、また無理なんだ言ってこられたとかね、また無茶なこと言ってこられたみたいな形になって、扱いが存在になっちゃったんじゃないですかということを、どうしても想像してしまうんですよね。だから管理局の職員が行ったウィシュマさんに対する対応は正当化できる。 ななどと言っていいるわけではないではす、ね、彼らが人間的な仕事ができるような職場にしないと同じような事件はこれからも起きる可能性があるそれを法律的にいろんな形で縛ってねできないようにするというのはあんまり正しい解決ではないんじゃないかってことなんです。 きちんとこれを在留資格はないなという判断をしたらバッサリ国に返すというそういうことをやれるようにしないと同じような悲劇が次から次に生まれてくることになるんじゃないかここにこの問題の本質があるように思うんですね少なくともですよ日本国政府があいつらは殺してしまえみたいなことを言っているわけでは絶対ないはずです 死ぬようなことがあったとしても別に構えしないなんていうことを考えていたわけでもないと思いますよ。人権派という人たちが無理難題をいろいろ押し付けてくることによって現場の中で存在な対応が生まれてくるという逆説的なことがあったんじゃないですかってことなんです。自分の周りの日本人を見てて 困っている人に対して手を差し伸べないなんてことは普通はないですよね。ただ、職場環境が悲惨な状況になっていると、そういうことが起きてしまうというのは、これは人間心理として致し方がないところがある。私はそう思っているんですね。同様のことというのは、例えば老人介護施設の中でも起こっていたりするわけですけれども、 その時に、ね、暴行を働いた職員の側だけがいじめられる、問題にされるっていう形になっていますが、彼らの職場環境の中で、すんでいくということを頭の中に入れないとすれば、それは人間性というものを私は無視した議論ではないかなって思うわけなんです。こうした現実から目をそらす形でもって、 一方的に管理局の職員をなじったり、それを監督する責任を持っている政府をなじったり、そういうことでもって物事を解決しようというのは、あまりにも人間というものの本質を無視していると思うわけなんです。ビシュマさんの事件については私も心を痛めますけれども、そういう形でもって職員の職場環境の問題や、ね、 えー、実際に必要な道理の問題やそういうことを合わせてみた上でこの問題を考えないといけないんではないかそこを見据えないと正しい解決にはつながらないのではないかと私自身は思っている次第です必ずやろう日本最高朝香豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いします またあベルマークのところですね「す、え、べ、ー、て」の方に、えー、切り替えていただきますようによろしくお願いいたします。<noise>